私、桃宮一号13歳。ごく普通の中学1年生。突然地球の未来を救うミューミューになっちゃったの。でもドキドキすると勝手に耳と尻尾が出ちゃうし、エイリアン倒すまで普通の女の子に戻れないなんて聞いてないよ。まあくよくよしてもしょうがない。一緒に戦ってくれる仲間も見つかったし、みんな行くよ。地球の未来にご褒美するにゃ。で宿題は終わらないよ。落ち着けイチゴ。こういう時はお茶を飲んで神道滅却。結構なお手前で。お茶しなって宿題は終わらない。どうしよう。ものは友達よ。あ、萌え、悪いんだけどさ、ちょっと宿題移させてくれる？なんて夢みたいなこと言ってんのよ。移させてほしいのはこっちの方よ。やっぱり。そうだ、諦めるのはまだ早い。萌えだけじゃないもん。もしもし、ミワ、お願い、ご相談。マシャはロボット、
いわばコンピューターそのもの。私の見当が外れていなければ数学の宿題は5分で終わるはず。さあマシャ、その能力今こそ存分に発揮するのよ。悪いの私です。他人を当てにした私がバカだった。あれこれやってる暇があったら自分でやりなさいっての。あー全然わかんない。持つべきものは友達よ。あ、もしもし萌え、悪いんだけどちょっと教えてほしい問題があるんだけど。だからそれどころじゃないって言ったんでしょうが。だって真面目に宿題やろうと思ってるんだけど全然答えがわからないだもん。このままじゃ私どうしたらいいのか。ねえ萌え、親友でしょ。クラスでサンバカトリオって呼ばれた仲じゃ。呼ばれたくないわ。もうだから仕方ないわね。そんな萌えが好き。タルト、これは何の真似だ。地球人の家なんか作って。へへ、面白いだろ。大丈夫、奴らには見えないようにシールドしてあるから。ったく、それにしても何なんだよこの暑さは。見ろ、環境破壊が進行している証拠だ。この温度上昇はオゾン層に無数の穴が開いているからだろう。原因は言うまでもなく人間だ。まったく、人間なんてほっといても勝手に自滅するだろうけどね。でもさ、結構いろんなもんがあるよここって。いいね。マジ。くだらん。そろそろ人類排除の作戦を考えないとまずいんじゃない。僕パス。このクソ暑いのにやってらんないよ。悪いが私もだ。今日中に調べておきたいことがあるからな。やった。お、頑張れよ最年少。なんか文句でもあんのか。終わりだって。このクソ暑いのに年齢なんて関係ねえだろ。バレたか。確かに理屈は通っているようだ。だったらどうすんだよ。こういう時は地球人の伝統的な勝負方法、じゃんけんで決めるというのはどうだ。じゃんけん望むところだ。騎士はじゃんけんってなんだ。私たちより先に地球にいて。そんなことも知らないの。なんだそうか、簡単じゃん。よし、では改めて。最初はグー、じゃんけんポン。はい、ほでしょ。キッシュのやつ、じゃんけんを知らないとか言っておったくせに、後出しなどという高等技術を使うとは、やはりあなた。たく、人類を排除する方法なんて、そう次々と。
それにしてもクソ熱い星だな。うるさい！あ、いいこと思いついたぜ。行こうか。うん。どうしたの？気にしないでいいよ。うん。はい。いちごさん、助けてください。どうしたの、レタス？エイリア、レタス、みんな何かあった？うん。ごめん、青山くん。友達が困ってるみたいなの。私言ってあげなよ。気をつけて。大変、みんな。いちごお兄ちゃん、やっぱり来てくれたのだ。プリンさんがお店の水道管壊しちゃって。さあいちご、あとは頼んだわよ。ヒメラアニマ、なーに寝言みたいなこと言ってんだ。でも助かります。私たちはこれから地下で水道管の修理をしますので。店の水、なんとかしてくれ。私帰る。何？逃がさないのだ。いちごさんがいないとこのお店はダメなんですよ。諦めが肝心ですわ。そんな。あらかた片付いたわね。よいしょ。
考えてみればこの方法があったじゃん。ターゲットはプリンは小学生だから論外だけど、メガネメガネ、レタスはドジだけど真面目だから宿題はバッチリよね。さらにミントは家庭教師とかに恵まれてるし、ザクロさんはなんて言ったって4カ国語ペラペラなんだから。早速交渉。ザクロさん、ちょっとお願いしたいことが。実は明日から2学期が始まっちゃったりするんですけど、その宿題とかとってもたくさん出てたりして、本当は早いうちにやっとけばよかったんですが、その地球を守るのも忙しくて。だからお願い、さくらさん、宿題手伝って。ダメ、人に教えるタイプじゃないよね、やっぱ。お願い、ミント。あら、そういうことを頼むときはもう少し頼み方ってものがあるんじゃなくって。そうね、最低1科目につき100回は頭を下げていただかなくてはね。1科目100回、私はバッタじゃないよ。お願い、レタス、この通り。いちごさん、宿題って自分でやるから意味があるんだと思うんです。ですから私が教えてしまったらいちごさんのためにならないし、ごめんなさい、本当にごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。いいって。あとはいいですよ、そんなことくらいお安いご用です。本当？って言いたいところなんですが、これから主婦の創作料理グランプリの決勝大会があって、その審査に呼ばれているんです。赤坂さんって一体？なんだったら寮にでも頼んでみたらどうですか？じゃあ。1科目につき2000円。なんで？資産家のくせに。俺は資産家でもあるが、ビジネスマンでもある。なんてな、宿題は自分でやるもんだ。お兄よ、いいだ、お兄よ。キメラアニマ、キメラアニマ。ちょっとみんな、もう騙されないんだ。いいもの。うるせえや。このクソ暑いのによく来たね。タガルト、何なのだあのキメラアニマは。はっきり言って迷惑なだけですわ。そうよ、こっちは今とっても忙しいんだから。そうだな、今日は別にお前たちと戦いに来たわけじゃないし、暑いし帰ろっかな。やけに素直ですわね。なんてこと言うわけないだろう。いっけー、キメラミンミン。羽が大きくなった。
ってる。こんなことに付き合ってる暇はないのよ。私には今やらなければならないことがあるのよ。何？私はこれから夏休みの宿題やんなきゃいけないんだから。休みの宿題をやってないんだ。だからどうしたって言うのよ。オイラもう帰るよ。でもその前に行けー、キメラミンミンズ。ま、せいぜい頑張ってね。これって一体数十体のキメラアニマを捕まえろってことでしょ。それってつまり宿題をやらせないための嫌がらせ。なかなかやるじゃない、あの子。落ち着いてる場合じゃないよ。私の宿題どうなるの。諦めなさいな。これも世界平和のためよ。このままほっとくわけにはいかないのだ。行くわよ。ちょっとみんな。には全面協力してもらわなくちゃいけないんだから。次回、恋は突然。